はいどうも皆さんヒロードです。今回は水滸伝の武将と干渉の作り方を紹介します。こう見るとあれですね、干渉もう少し赤黒くても良かったような気がします。武将は鋭い目と太い眉を持つ精湛な大男で、剣法の使い手であり、行者姿になってからは日本の怪盗も用いたとあります。水滸伝では10回分主人公として描かれているようです。最終的な戦いである放浪戦で片腕を失いますが、80歳で天寿を全うしたようです。瞳はプリセットのチャイロです。行者姿ということで全身を白にしています。日本の怪盗ということで陸遜か劉備がいいかと思います。関羽の子孫を称する関翔です。同じくね、同じ顔してるようなね、手動っていうのがいるんですけど、手動の方が関羽に似てるらしいですね。梁山泊を討伐しに来て、梁山泊軍に寝返る人ですね。まあ、そういう方が基本的に多いんですけど、まあ、それで五胡将の筆頭ですからね。瞳はプリセットの茶色です。この衣服の色は防具にも使用します。胸と腰防具はね、別に緑でもいいんですけど、差し色みたいな感じで赤にしています。大刀の使い手なので関羽にしています。はい、では以上です。要望や感想がありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。